今書き出し中です。2度寝、1時間ぐらい寝よっかな。7時40分でしょ、8時40分、そうだね、1時間ぐらい寝て9時10時、まあ10時前ぐらいからウバンをしましょう。残りが4の14、そう4の14だからね。ラグ寝るよ、よいしょ。寝るよ、おいで。ラグ逃げてった。寝たくないらしい。おやすみなさい。11時の間に出発します。とりあえず昨日またメルカリで売れたんでメルカリに出品してからスタート。腹減ったからパンも買おう。10時半ですね。ファミマ行ってからウバンをします。1軒目になりました。ローソンの磯部5から打たせ、5キロ500円ぐらい。あー、またパン買ったけどこれ食えないまんま終わるパターンだな。食ってからウバンをすりゃよかったな。お疲れ様です。ウバンイチです。やめとこ、行ってもよかったけどな。チンタンタンから3キロで500円だから、とりあえずこれが食べたい。だからライブが今日はホテルラッシュないかもね。
だからちょっと遠いとこでも行かないとな。昨日ずっと短距離だったからガソリンが全然減らなかったもんね。鳥県目チキン南蛮本坊から若葉 2.5キロ470。あんま行きたくないけどな、遅いから。まあ土平日のまだ昼前だし、とっとと作ってほしいね。受付誰もいなくて出前館の人とお礼で待ってる感じ。長っ。前まで大丈夫だったのにな、最近ほんとひどいな。今なんてほぼ客ゼロみたいな状態であんだけ待つんだからね。もう本部に連絡レベルだよな、こんなしょっちゅう待たされんだったら。料理時間の設定だけ変えてくれりゃいいのに、ほんとひどいわ。3軒目レモングラスから中瀬 3.3キロ470円ぐらい。ありがとうございました。お疲れ様、ウーバーイーツです。ほんとコメント打ってる時に注文受けちゃうのやめてほしいね。違うとこにボタンを出現させてほしいよ。とりあえず今撮ったけどどこかわかんないからキャンセルしました。スタバのワールドビジネスガーデンから打たせ 4.2キロ510円。4軒目かな。お疲れ様です、ウバイツです。5軒目がローソンの磯部5から磯部さん。ちょっと金額わかんないよ。とりあえずまあ4件さっき終わってクエスト65 8000いくら取れました。お疲れ様です、ウバイツです。今このテクノガーデンから打たせ 2.7キロ470円ぐらいかな。お疲れ様です、ウバイツです。グラスから幕張を 3.6キロ580円。8軒目三茶屋から浜田 3.5キロ540円かな。お疲れ様です、ウバイツです。新しい蕎麦屋オープンしてんだけどちょっと高いような気がするな。物がいいんだろうけどな。1,700円とかばっかだな。悩むね、それは。だっていきなりステーキ食った方がいいもんね。よっぽど蕎麦が食いたくなったら食うかな。9軒目がレモングラスから幕張号で570円。4キロ、 4.5 キロぐらいあったかな。そう、レモングラスよくなんね。ありがとうございました。うがいです。気づかなかったらクレームもんだよ。頼むよ。よかった。結局追加で1個作ってもらったんだけどすぐできたわ。本当にもうあのかけるに見逃す店が多すぎるっていうか、もう見づらいんだろうね。Uber がもうアプリはもう改善するべきだね。見やすいように。ちゃんと2個って気づけば。
本当この1ヶ月だけで3回ぐらいあったんじゃないの。今日もトラブル発生。全く違うところにピンを打った外人さん案件、会話も通じないから今サポートに連絡取ってもらってます。どうしようもねえな。すげえ今の時点でもう時間かかってるけどね。近くのマンション全部その部屋見に行ったわ。ピンポン鳴らして、全部日本人の家だし。困ったもんな。いやー態度悪かったな。私間違えてません的な。ちょっと怪しいけど、結果ね、まあ例えばね、ちょっと回数は言えないんだけど、まあ例えば501だとしたら、あ違う、お客さんの家が515室だとしたら、それを501って打ち込んであるから、ずっと俺3棟建物なんだけど、3棟全部見てあのピンポン鳴らして回ったんだよね。ほんとで誰もいないし、あの名前も日本人になってるから違うなって感じで、で結局ずっとメッセージが来てて、で最後の最後に急に日本語にメッセージが変わって、で正しい部屋番号を書いてきて、でもう10分過ぎてたんだけど、とりあえず行きました。そしたらね、なんか私は間違ってない的な態度取ってたけど、何なんだろうね。ほんと相当時間無駄にしたわ。ケメラリグラスから幕張後 1.3 キロ330円ぐらいかな。あーマジですげえ時間使ったわ今ので。いやーほんともう後味悪いな。せっかく10分過ぎて持ってってあげたのに気分悪い。これ食べてうまいですよ。もう俺の携帯の画面も見せて説明してんだけどね。しかもピンもね、全然違う建物にピン刺さってるしね、これも違いますよって言っても、いや私の方はちゃんとなってるって言って、それを携帯を見せないんだけどね。次がロッテリアから幕張後、4キロ520円。ちなみにね、さっきサポートに電話して、サポートの答えは、あの話ができる者がいないんで、10分タイマーで、あの廃棄しちゃってくださいって言われたけど、届けました。10分過ぎだけど、最後の最後に日本語でメッセージ来てね、本当の部屋番号を書いてきたんで。ああすげえ、本当イラッとしたな。まあなんか美味しいもん食って早く忘れた方がいいな。こんなことは後に引きずる必要はない。中にはそういう人もいる。ありがとうございました。お疲れ様です。ウワイツです。次がスタドンからプレナ 3.5 キロ500円ちょっと。お疲れ様です。ウバイスです。13件目マックの洋華堂から幕張後 3.7 キロ400何十円か。最後14件目カチャカチャから打たせで500何十円かな。これで終わり。おさっきの部屋番号間違いを認めなかった人チップつけてきたな。ってことはやっぱ自分が間違ってたの気づいたんだな。本当にもうまだ調整金があるからね、怒りは収められるけど困ったもんだよ。誰にでも間違いがあるからね、普通に謝ってくれればね、笑いながらね、すいませんってで良かったはずなのに。お疲れ様です。ウバイスです。
3時50分終了。あーパカパー飯行こう。綺麗、いいね。1時間ちょっとゆっくりしました。帰りましょう。今6時半ですね。今日はもうね、今から編集始めちゃって、夜ね8時間ぐらいゆっくり寝ます。明日からね、あのクエスト一番上やるんで、おうって感じですね。9時です。編集も終わって、まあこの後この今の動画をくっつけるんだけど、久しぶりにね、あのカラーを入れます。なんでね、これ毛先だけすごい濃くつくか分かったわ、この前とか。まあこうやって落ちてきたらね、ちょっとまだらになっていいんだけどね、メッシュっぽくてっていうか、なんか迷彩っぽくて、ここの最初の部分だけは
あの2回ブリーチして、その後またもう1回ブリーもう2回ブリーチしたから4回ブリーチ分、ここが2回ブリーチ分で今黒い毛が出てきたって感じだね。だから毛先だけすごい入りやすいんだね。黒い部分もだいぶ伸びたな。もうこのままね、でも黒い部分はそのまま伸ばしていこうかなと思います、しばらくね。紳士だな、オールバックにすると。よし、風呂入ろう。これ持って。やっぱ喋れる力ってすごいよな。本当。本当すごいね。できました。いいね。またメッシュっぽくなっていいね。それではあと2時間ぐらいゆっくりしてね、寝ようと思います。8時間ぐらいは寝れる予定。明日からは元気いっぱい働けますね。それではお疲れ様でした。また明日。うまい。We'll be right back.